い、地図があったので説明します。今ドスコイがいるのはこの栃木駅の前です。でね、ここに書いてある通り東武日光線と JR 両毛線が乗り入れてます。だから JR 東北線ではないんですよね。で、新幹線もないってことですね。で、新幹線はこっちにもうちょっと広域の地図がありますけどね、今これね栃木駅なんですけど、ちょっと見えにくいですけど栃木駅でね、新幹線はこっから1、2行ったところにあるこの小山駅、ここに乗り入れてます。うん。で、小山駅の方が都会です。で、実質今小山駅が栃木県第二の都市です。で、ちなみにさっき言った足利っていう町がね、だいぶこっちの群馬県寄りにあるんですけど、足利市の方が結構長い間栃木県第二の都市はその足利市だったそうです。足利銀行で有名ですよね。まあ、どすこい足利銀行よく知らないですけど、なんか問題あったんですよね。はい。で、栃木駅があるんですけどね、中心部はこっち側、まあ住宅地みたいな感じですよね。で、この駅前からメインストリートがこうね始まってて、で、この辺りからね中心部です。この、まあ、こことかこの辺りからだいぶお店が並んでます。ん、今から行きますけどね。でね、まあ、観光地、そう、この栃木市ってね、これ見て、蔵の町って書いてますけど、こんな感じでね、まあ、これ蔵じゃないけど、まあまあ、昔の小京都というか、みたいな街並みが広がってるんですよ。だから、宇都宮よりも栃木市の方が、観光地としてはいろいろ見るところがあるんですよね。で、その観光エリアはどこかっていうと、さっき今栃木行きますけども、このメインルートずっと行ったこの辺りの、こっち側ですよね。この辺に川が流れててね。で、今ちょうど、今4月1日なんですけど、鯉のぼりみたいな、ちっちゃい鯉のぼりはこの辺にブワーって山ほどいます。あ、この動画の冒頭で出てきましたよね。で、この辺にね、県庁堀っていうね、もっと県庁があったところがあったりとかね。あ、これね、県庁堀ね。そう、昔栃木市ってね、最初はここに県庁があったんですよ。そう、栃木市ってもっと県庁所在地だったんですよね。まあ、それもちょっとこの辺り行きます。で、その辺りの経緯もこの辺で説明します。で、一応ね、この辺に古い街並みを保存しようみたいな地区もあります。ここもちょっと行くかな？うん。これね、なんとか保存地区です。はい、じゃあちょっと歩いてみましょう。で、ちなみに中心市街地はこの辺から始まって、この市役所あたりまでかな。この辺までだいたい中心市街地です。ちょっと今から歩きに行きます。まあ、栃木の観光地図ですよね。で、さっき言ったのが、ここを歩いて、で、県庁跡、この辺ね、県庁跡行って、で、この川を歩いて行ったらいいんじゃないですか。あと、ここにね、一応なんか昔の建物結構残してある場所があるんですけど、ちょっと行こうか？行こうか。地図があったので説明します。今、ドスコイがいるのは、今戻ってきたんですけどね、高崎駅にね、これ高崎駅なんですけど、町の中心があるのはね、この高崎のこっちが西側なんですよ。あ、これ、南北逆になってますけどね。うん、西側にあります。でね、さっき歩いたペデストリアンレッキーはこれですね。で、ほら、この地図の上ではね、ここまでしかできてないでしょ？さっきどすこい、この辺まで歩きましたからね。だから多分あれ結構新しいんだと思うわ。うん、で、これがさっきのオーパでね。で、高島屋。で、これがアニメイトが入ってたビルですよね。でね、高崎の街はこれだけじゃなくてね、この先も、この辺にね、商店街エリアがあるんですよ。で、結構規模でかいんですけど、基本的には寂れてます。なんですけどね、確かこの辺りだったと思うんですけど、この辺のね、アーケードがないところの商店街というか、はね、比較的お店がありました。比較的人が歩いてたかな。で、その先のアーケードがあるところ、なんとか町、この辺りね、この辺りがちょっとね、寂れてます。今からそっちの方に行きます。でね、あとこっち、逆側にね、これ、山田電機のね、本社がね、これかな？そう、これに山田電機の本社入ってるんですよ。ちょっとそれ、先見に行きましょうか、それ。と、その前に地図があったので説明します。これがね、JR 前橋駅です。これがここにいます。で、栄えてるの駅の北側ですよね。南側はね、ちょっと歩いたところにね、これ、欅ウォークっていう4モール的な、まあ、モールがあります。これも後でちょっと前まで行こうかなと思ってます。でね、前橋の中心部は、ここからずーっと歩いた先の、この辺り商店街ブワー広がってるんですよ。皆さんね、前橋の中心街どうなってるか知ってます？びっくりしますよ。ここね、めっちゃ規模でかいんですよ。規模でかいけども、お店、まあ、だいぶ閉まって、ちょっと、まあ、って感じの商店街になってます。いっぱいあります、ここに。で、ここにね、上毛電鉄の私鉄の中央前橋駅っていう、ね、私鉄の駅があるんですよ。これ味わい深くない？これ。ね。だから、前橋市の中心部って、JR の駅からこうやって離れてるんですけど、私鉄の駅から結構近いんですよ。なんですけど、この私鉄の駅ね、乗り換えできる路線が何もないので、やっぱちょっとこう苦戦してます、これ。で、この電車はちなみにさっき言ったキート、前橋に県庁があるのはね、そのキートで大儲けした人が、まあお金に物を言わせたんじゃないかみたいな話をしたんですけど、そのキートを運ぶためにできた路線だそうです。だから昔はすごく利用者が多かったけど、今はちょっともうだいぶ苦戦してる状態です。でね、ここに商店街がブ
ぶわーってあるんですけど、この横に、この辺がだいたいビジネス街というか、まあ、県庁所在地にありがちないろんな、まあ、裁判所とかね、労働基準なんとかとか、まあ、そういうのが集まる観光地エリアになります。で、ここが、まあ、中心部ですよ。ここがね、結構でかいでしょ？うん、今からここに歩いていきます。あ、ちなみにもう一個地図あったから追加で説明するんですけど、この中央前橋はね、さっき言ったように不便な場所にあるので、シャトルバスが運行されててね、100円で乗れます。でね、このシャトルバスが自動運転の実験集らしいんですよ。自動運転でここを走らせて、ちゃんとできるかどうかやってるそうです。面白いですね。先進的な取り組みですね。はい、地図があったので説明します。あんまりちょっと詳しい地図じゃないですけどね。はい、ドスコイが今いるのは、この熊谷駅か、ちょっと北に北というか、一応東かなの方に行ったこの辺りです。でね、八木橋百貨店あったでしょ。八木橋百貨店はこの辺り。で、さっきの妙に整備されたの川はこの辺り。で、夜の街とかあったのはこの辺りです。わかりにくいですけどね。で、駅ビルとかが続いてて、日東モールとかあったのはこの辺りです。はい、わかりにくいです。はい。で、今から行こうと思っているのは、この熊谷からひゅいーっとこっちに行った、ここ。そう、籠原駅です。これね、首都圏では有名なね、湘南新宿ラインの籠原駅ってめっちゃあるんですよ。なぜか、この熊谷から中心から一駅行ったここが終点の電車結構あるんですよね。日本に一本ぐらい終点かな。で、この先に深谷って、ほら、深谷市って街があってね、こちらに深谷駅があるんですけど、そこには行かずにここで終点なんですよ。だから、大阪の御堂筋線でいう中津駅みたいな感覚があるんですよね。でね、この籠原って別にめっちゃ栄えてるわけじゃないんですよ。まあ、普通の駅なんですよね。でもなんでこの籠原が終点かというと、ここにね、籠原車両センターですね。籠原車両センターっていうのはここにあってね、電車をいっぱい止めておける、まあ、車庫みたいなところがあるんですよ。あと籠原電車区っていうのもあってね、まあ、ここで乗務員の交代をしたりとか、運行する上でね、籠原止まりの電車を設定した方がいろいろ便利なんですよね。だから籠原止まりがいっぱいあります。まあ、そういう駅って日本中に結構ありますよね。っていうことで今からここに行きます。これね、地図があったから説明するんですけどね。これが伊勢崎駅です。でね、こっちの方、下の方に行くと、この辺りに中心部があります。歩いて10分ぐらいかな。でね、さっきから言ってるね、その、モールはね、このこっち。これ。この辺にね、伊勢崎オートレース場ってあるでしょ？このすぐ横に、この辺りにいっぱいモールがあるんですよ。そう、ここがもうもはや今、伊勢崎の中心部です。あ、こっから先前橋市なのかな？あ、前橋市だわ。近いんですね。ちなみにね、こっちにね、ブワーってこれ車でここに来てね、いっぱい物買って帰っていくそうです。映画館とかもあんのかな。で、西部、あ、東部、伊勢崎線ね、ここね、ヒュイーとかって来ています。ここでは東京スカイツリーラインって言わないのかな。ちょっとわかんないですけどね。こう、まあまあまあ、ビューっと東京まで行ってます。で、JR が栃木の方に行きます。あ、で、ここ埼玉県近いんですね。ちょっと南に下っていくとね、この川越えたら埼玉県だわ。で、本庄市。あと、深谷。熊谷はギリギリないな。この前行った熊谷ないわ。あー、そうか。面白い場所ですね、ここね。